続いて、民主党の政見放送です。お話は、民主党代表、海江万里さんと。民主党女性委員長、菊田真紀子さんです。皆さん、こんにちは。 民主党代表の海江田万里です民主党女性委員長の菊田真紀子ですどうぞよろしくお願いいたします私は今年四十三歳になったんですが同級生や同じ世代の女性から本当に深刻な話を聞くことがよくありますアベノミクスで景気が良くなっている実感はないし子育ては大変だしお金もかかる 頼りにしていた親はだんだん年を取って病気になったり、介護が必要になってきた。毎日毎日が綱渡りのような暮らしで、一体政治は何をしているんだろうと、そんな声を聞きます。前は民主党に期待して投票したけど、今度は投票に行くか分からない。はっきり言って、投票したい政党はないという声なんです。耳の痛い話ですが、 深刻に受けけ止めなければならなれらいと感じました再び多くの国民の信頼をいただける民主党として生まれ変わるため、代表はこの半年間、どのような思いで活動されてきたのでしょうか昨年の衆議院選挙では、国民の皆様から大変厳しいご批判と審判をいただきました。私は民主党代表として 真剣に深刻に受け止め靴底を減らして全国を歩き回り多くの方々の率直なご意見を聞いてまいりました代表がいつも言っておられる地域から歩く聞くですね実際に全国つつ裏裏を歩かれてたくさんの出会いがあったと思いますやっぱり現場に行かないとわからないこと見えないことって たくさんありますよね代表はどのようううな体験をされたのででしょうかそうですねあの福島県の請戸という漁港に行った時のことですけれども請戸は福島第一原子力発電所のすぐそばで立ち入りが制限されていますで津波による大きな被害を受けまして今でも船が丘に上がって自動車が田んぼの中に 転そしていまだに行方不明の方が多くて本当に亡くなった方々への十分な対応ができていない状況でした私は胸が締め付けられる思いでした3月11日のまま時計の針が止まったかのような感じでしたやはり早急な被災者支援が必要であると強く感じましたまた 新潟県の田田んぼであの田植えをしましまた集落の方々と一緒にあの手植えで田植えをしたんですねでその時ですね一緒に田植えをしてくれた方、えー、これは青年部長だということなんですけれどもなんと年が私と同じ64歳でありまして、まあ、こういう方々の頑張りによって日本の農業が支えていま いるんだなと支えられているんだなと強く感じました同時に高齢化の問題や農業を継続する厳しさを実感しました特にこういう人たちは民主党の個別所得保障制度で一息ついた助かったという声を大きく多く聞きましたそれから地方の中小企業の社長とお会いした時のことですけれども 現在の日本にはアベノミクスで湧いている国と、それからアベノミクスとは縁もゆかりもない国と、この2つがあるんじゃないでしょうかと聞かれましたね、まあ、このような町工場や零細企業、中小企業をしっかり支援できる政策でなければいけないと、強く思いました。どれも貴重な体験ででしたたね民主党が取り組んできた政治 そしてこれから民主党が取り組む政治は、自民党の政治とどこが違うのでしょうか。民主党は2009年の総選挙で政権交代を実現して、そしてまず予算の使い道を見直し、税金の無駄遣いを改め、無駄な大型公共事業よりも、年金や医療、介護など、社会保障予算を増やして、人への投資を重点的に進めてきました。 働く人たちの所得や家計を温める政策を実行してきたのです昨年末の総選挙で政権が自民党に戻って自民党の政策では再び都会と地方の格差が広がる懸念がありますまた今の経済政策には強い副作用があると心配しています年金や賃金が上がらない中で物価がどんどん上昇していったら この先人々の暮らしはどうなるのでしょうか。また他にも国債や住宅ローンの金利が上昇するなど多くの懸念があります。私たちは民主党の綱領でも歌っているように共に支え合う共生社会を作りたいと思います。社会を支える中間層を分厚くし豊かにしていきたいと思います。生活者、 消費者、働く人の立場に立って、長続きする景気回復を実現する経済政策を実行していきます。そして、今の政府が目指す限定正社員や、解雇の金銭解決制度など、労働規制の緩和を認めるわけにはいきません。民主党政権は、これまでも日雇い派遣を原則禁止し、パートや派遣の人も、 雇用保険に入れるようにするなど自民党政権ではできなかったことを実現してきました私は70歳を過ぎたおじいちゃんおばあちゃんから俺たちの老後はどうなっちゃうのかとよく話しかけられるんです70歳を過ぎても将来の不安を感じているんですね病気になったらどうしよう介護が必要になって 家族に迷惑をかけたくないと心配しているんです老後や将来の安心について民主党はどう答えていきますかそうなんですねあの日本は人口減少そして超少子高齢化社会ですさらには1000兆円に上る借金を抱えて年金や医療介護などの社会保障制度の抜本改革はどの政権であっても最優先で 取り組ままなななければならいない課題だと思います民主党はこれまでに消えた年金5000万件の解決に取り組み診療報酬の引き上げで地域の医療の崩壊を食い止めましたところが安倍政権は社会保障についてはあまり熱心ではなくその改革を先送りしようとする姿勢に見えます昨年6月 民主党、自民党、公明党の3党で、社会保障と税の一体改革について合意をしました。年金や医療保険などの社会保障制度の維持のためには、消費税を国民の皆さんにお願いしなくてはならないことは、とてもつらい決断でした。社会保障費は毎年1兆円ずつ増え続け、その財源を国債に求めれば、次の世代が、 大きなな借金を背負うことになります民主党はそのことを隠さず率直に国民の皆様にお伝えし理解を求めてきました今自民党は消費税を上げてどのように社会保障制度を抜本改革するかについては口を閉ざしていますこれはあまりにも不誠実だと思いますところで菊田さんが 中心になってまとめられた女性や子育て政策について、菊田さんから直接にお話をしてくださいはい、今回のマニフェストでは、女性、子育て、教育を大きな柱にしました民主党はこれまでも、どの政党よりも女性政策や子ども政策に力を入れてきましたことを自負しています。高校無償化 子どもに対する手当の増額、少人数学級など、次々に実現してきました。また、保育所の定員を大幅に増やし、妊娠や出産に関する公的支援を充実させました。今の政府は、育休3年、3年間抱っこし放題など、掛け声はいいんですけれども、しかし、現実離れした実 実態ととかかけ離れた政策ではないかないい感じています民主党は、ライフスタイルや境遇にかかわらず、女性が社会の一員として、能力を発揮できる社会を作ります確か2012年の合計特殊出生率が1.39から1.41に上がりました。 民主党政権で女性や子育て政策に力を注いできた成果が少しずつ現れたのではないかと思っています。引き続き、子ども・子育て支援の予算を増額し、待機児童の解消や保育所・認定子ども園・放課後児童クラブを充実させ、育児と仕事を両立できる環境を作りたいと思います。私たちは、 政権与党という重責を経験したからこそ、何でも反対の野党や、やみくもに政府、与党の足を引っ張る国会を、空転させるようなことはしませんでした。今の国会を見ていると、与党が多数の力を背景にして、強硬に国会運営を進める場面が数多くありました。これから参議院ででも与党の圧倒的多数で 物事が決められてしまうのではないかと心配していますその点代表はどのように感じておられますかその通りだと思いますブレーキのない車がアクセルだけを強く踏んで暴走するのは極めて危険です健全な野党の存在が必要で国民の声がしっかり反映される国会でなければならないと思います今生活必需品の値上げラッシュが始まっています ガソリンや電気料金、ガス料金、小麦粉、食用品、パン、マヨネーズなどが値上がりし、家計が苦しくなったとの声が多く届いています。また、中小企業や商店の経営が圧迫されています。農家や漁師の皆さん、流通業者などの皆さんに深刻な影響が出ています。今こそ国民の暮らしを守る力が必要です。 自民党政権で原発が再稼働され、なし崩し的に原発依存型の政策に戻されようとしています。本当にそれで良いのでしょうかまた、日本と世界の平和に貢献してきた日本国憲法はどうなるのでしょうか私たちは時の権力によって容易に憲法を変えることに反対していきます。今こそ、暮らしを守る力、平和を守る力が必要です。 最後に、国民の皆様へ。海江田代表から、メッセージをお願いします。続いて、民主党代表。海江田万里さんです。私たちは、暮らしを守る、力になります。民主党は。 再生の第一歩歩を地域を歩くことから始めました物価高に苦しみながら年金で暮らしているご高齢の方々収入が増えない中で懸命に子育てに励んでいるお母さんお父さん原材料の高騰に悩む中小零細企業の経営者そして被災地で ふるさとの再生に取り組む若者たち政治に届いていない小さな声切実な声を聞いてまいりました私たちは今生活者働く者の立場私たちはこの原点に立ち返ります目指すのはこの日本今の時代にふさわしい共生社会すべての人に 居場所と出番がある強くてしなやかな共に生きる社会です。雇用をつくり所得を増やし暮らしを安定させる社会を支える中間層を厚く豊かにして日本の経済をよみがえらせます支え合い信頼できる医療年金介護をつくる一人一人の命を 何より大切にして日本の活力を作ります。子ども子育て教育人への投資を広げます。女性の活躍とチルドレンファーストで日本の未来を切り開きます。私たちは暮らし命未来を大切な政策の柱とします。あなたの声。 あなたの思いをかみしめて、暮らしを守る力になる、この一心で改革を進めます。今まで政治に届かなかったあなたの声に応えていく、出し崩し的に突き進もうとする現政権に対峙し、正すべきを正していく野党が必要です。私たちはあなたの暮らしを守る力になります。 必ずだから今あなたの思いを投票で示してくださいどうぞ有権者の皆さん民主党へ投票をお願いいたします民主党の政見放送でした